はい、ということでですね、こちら、東京ゲームショウ2016 2日目、フォーゲーマーのステージの方からですね、まずはなぜ何エボジャパンということで、こちらの放送を始めていきたいと思います。本日 MC を務めさせていただきます R と申します。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、本日はこの、お三方に、来ていただいております。まずはお願いいたします。はい、今回エボジャパンの運営委員長に就任しました、ハメコこと金子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エボ運営委員会のトパンガ代表の豊田と申します。よろしくお願いします。同じく、運営委員のコツガデン稲葉と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ、ちょっと固めに始まったんですがこんなところで、はい、緩いですよこんなところでやると思わなかった。いや、初めぐらいはねちょっと固めに自己紹介をしたんですけど、まあ、みんなが気になるエボジャパン、そうでしょう、その、プレスカンファレンスが、はい、昨日配信等なしで行われたというところで、まあ、気になっている方は多いと思います。はい、で記事になっているものを、ね、読んだ方もいるかと思うんですが、うん、まあ、実際にこのメンツでまずはプレスカンファレンス見て語っていこうというのがこの企画と聞いております。はい、はい、なので、皆さんと一緒にですね、我々も一緒にまずは、昨日行われたエボジャパンプレスカンファレンスの様子を見ていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。全部はね、多分長いんで途中お偉いさんのご挨拶とか飛ばそうと思ってます。むしろ初っ端のこれがあってちょっとびっくりしました。いや、超スーパーガチのカンファレンスじゃないですかこの雰囲気。いや、俺この格好で出ると思わなかったね。この格好でいいんだろやるね。全員スーツの中、羽生さんが先陣切ってファンキーのお兄ちゃんが出てきましたね。競技並びに準備を進めさせていただき、皆様にもリリースさせていただきました。この辺は多分我々喋ってても特に情報がないので。そうですね、まあ、実際にそのなんか最近はこういう発表ごとって配信が初出でこうやったりするところかなと思うんだけど、はいはいはい、このプレスカンファレンスを選んだ理由とかってあるの？これがね、多分その我々が決定したことではないので。おお、なるほど。そうそうそう、ほうほう、まあ、そのあえてしないってことなんですかね。あと、はい、会場がなんかそのランが通ってないとかそういう話もあった気がする。あー、なるほど、ね、会議室がちょっと遠いんですよ。はい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 、そういう問題ですか。まあ、ただ東京ゲームショウの初日にこれがあるっていうのはインパクトは十分と。そうだよね。ねえ、どうインパクト、どうなんですかね。どこらインパクトあったんですかね。逆に聞きたいですよ。そうですね、やった側だと思ったらいいなって感じなんで。それでは初めに主催ゲストと我々としては、まあ、結構準備長くしてやってきたので、いざじゃあバッて発表しても、うん、まあ、そのまだね、そんなに具体的なお話はできてないじゃないですか。そうですね。てかみんなそのあたりをこれからやるんですけど、はい、このプレスカンファレンスでめちゃくちゃ具体的ではないので、逆にね、どういう、なんだろう、印象を感じたかっていうのを聞きたいところですね。そうですよね、まあ、そもそも規模感もわからなければ、日程もよく分からず、なんかただただ過ごそうっていうのがまあでも印象だと思うんですよ。ただただ過ごそうって思ってくれたら成功だなと思ってるんでそこなんだね、こっちはね。あ、とても元気で今日はこれ、あ、こっからはじゃあ聞きましょうか。はい、今日本当にお招きいただきありがとうございます。嬉しいお言葉を頂戴いたしましたが、では改めまして、アメリカで開催されているエボの代表である上位ミスターウィザードクエーラー様より皆様にご挨拶を頂戴したいと思います。それではクエーラー様、お願いいたします。 Mr. Quayler, could you please tell us about yourself and Evo? Hi, my name is Joey Quayler. I'm the CEO of Triple Perfect Incorporated. It's the parent company of Evo. 皆さん、本日はお招きいただきありがとうございます。トリプルパーフェクトの代表を務めていますジョーイ・ミスターウィザードクエーラーと申します。こちらの会社はエボの、親会社となっております。 We are happy to be bringing EVO for the first time to Japan and the Japanese culture. 日本と日本の文化にエボを、初めて持ってこれたことは非常に、嬉しく思っております。
EVO is a celebration of fighting games, and we're hoping that you will join us in the celebration when this event happens. EVO は格闘ゲームのお祭りみたいなものなので、皆さんどうぞ楽しく参加していただけることを望んでおります。Thank you. ありがとうございます。Thank you very much, Mr. Quayer. 続きまして、同じく EVO の国際ビジネス開発のマネージャー、マークマンフリオ様より、EVO JAPAN 開催へのエールを頂戴したいと存じます。それではフリオ様、お願いいたします。Okay, Mr. Fleo, could you please tell us about yourself and EVO as well? Sure. My name is Mark Banjulio, and I'm the Global Business Development Manager for EVO Championship Series. 皆さんどうもはじめまして。Evolution Championship シリーズの発展を目標に、グローバルビジネスデベロップメントを務めているマークマンフリオと申します。And for many years now, Japanese gamers have traveled to EVO in Las Vegas to compete against the best players in the world.ここ何年も日本のゲーマーたちはEVOに参加するためだけにはるばるラスベガスまで、来ていただいております。 And it's our hope to bring the same type of excitement, hype, and bring the same memories from the fighting game community and replicate that here in Japan. 私として重要なのは格闘ゲームのコミュニティが作り上げたエナジー、そして情熱、こちらを日本でも同じように作り上げたいと思っております。 Now EVO is working very closely with 4Gamer, Hearts United Group, and Shochiku Broadcasting CompanyTo help bring this event to life, and we're really looking forward to working with you all. Four Gamer 様、Hearts United Group 様、そして松竹グローバルブロードキャスティング様、三社のお力をいただきのように歴史に刻まれるほどのイベントになると私は信じております。And working with the community, we really look forward to seeing you at EVO Japan. 皆様が日本とまたお会いできることを楽しみにしております。Thanks. ありがとうございます。Thank you very much, Mr. Fleo. どうもありがとうございました。それでは今一度、この説明会にはるばるアメリカからお越しいただきました、上位ミスターウィザードクエーラー氏、そして、マークマンフリオ氏のお二方にどうぞ大きな拍手をお願いいたします。 Ladies and gentlemen, please give them a round of applause. Thank you very much. はい、ありがとうございました。とりあえずエボといえば、まあ、この人たちという、エボジャパン実行委員会の一社であり、またゲームメディアの一社でもありますアエタス株式会社代表取締役社長岡田和久よりエボジャパンの開催に向けてエボの魅力と日本開催におけるビジョンについてご説明をさせていただきます。これあんま被せるわけにいかないような雰囲気じゃないですかね。ね、これ、まあ、どこでっていう感じがしますよね。こう丁寧になんか紹介されるとこ飛ばしましょう。はい、飛ばしましょう。大丈夫ですか。偉い人のご挨拶っぽいですけど、社長が4ゲームの社長なんですけど、もう飛ばされます。偉い人ですよ、これ。これ見ると緊張します。まあ、だけど、マークマンとウィザードは、このカンファのために来てる部分も大きい。そうですね、来ていただいたという感じです。ガチですね、それは。まあそう、そりゃね。そりゃそうですね。そうだね。岡崎常務取締役、どうもありがとうございました。やばい、すごい飛んだ。すごいとこ飛んだと。大丈夫？飛ばして大丈夫なところだったんですか？まあここからその、まあ、カンファの中でも、はい、まあ、格ゲーマー向けの発表というか、はい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 、いう部分があるので、ぜひここから見てくださいって感じですね。お、まあ、ここから多分なんかその疑問とかも出てくるんじゃないかというふうに思うんですが、うん、それではこれよりエボジャパン実行委員会を代表し株式会社ハーツユナイテッドグループ経営戦略統括本部シニアマネージャー小宮哲平よりエボジャパン開催に向けた実行委員会の活動計画や戦略についてご説明をさせていただきたいと存じます。だけど昨日あれでしたよね。それでは小宮シニアマネージャーよろしくお願いいたします。まあメディア関係というか、まあ、来てくれてましたね。ありがたいことで注目度はそりゃ高いでしょうよ。皆様はじめまして、ハーツユナイテッドグループそして、エボジャパン実行委員会の小宮と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではエボジャパンの開催について、私よりご説明をさせていただきます。まずは大会の正式名称ですけれども、エボリューションチャンピオンシップシリーズジャパンとなります。少々、長いので通称エボジャパンというふうに呼んでいただければと思います。
ではついに日本で開催されることになった、このエボとは一体どんなイベントなんでしょうか。1995年から始まり、今では世界最大の対戦格闘ゲーム大会となっております。特徴は出場者を制限しない、誰でも参加ができるオープントーナメントシステムを採用しており、誰でも3日間で世界一になることができると、そういう大会です。今年の7月にですね、ラスベガスで開催されたエボ2016の実績をいくつかここに挙げさせていただきました。賞金総額や参加選手の人数、まさにエボが世界最高水準の大会であることがエボを知らない方にも伝わるのではないかというふうに考えております。気になるね、ここからエボジャパンを開催することの意義についてお話をしたいと思います。エボジャパンの開催意義、それは日本凱旋、そして日本で迎え撃つということです。エボは20年以上前に、創始者である上司がですね、日本の新宿で見た小さなゲーム大会が原風景となって、これまでずっと続けてきました。対戦格闘ゲームの本場発祥の地でもあるこの日本でエボをなんとか開催したいというのが彼らの長年の夢でした。アメリカで生まれたエボがついに今回日本に凱旋をするのです。また対戦格闘ゲームの世界において、日本には数多くの世界チャンピオンが存在します。これまで彼らは世界に出て世界のライバルと戦ってきました。今度は彼らが日本というホームで世界を迎え撃つわけです。そして我々はこのエボジャパンの開催を通じて、日本のゲームメーカー、ゲームコミュニティ、プロゲーマーたちに目標や指針、ビジネスシーンを提供するとともに、見るだけではなくて、ゲームをプレイするから楽しい、人と競い合うからより楽しい、そういったメッセージを伝えていくことで、日本のゲームシーンをですね、さらに盛り上げていきたいというふうに考えております。次に対戦について、お話をしたいと思います。今の感じは最近いろんなところがよく言ってる感があった。そうでしょ、体制、ここだと思う。大事なの、本家エボを主催する、トリプルパーフェクト、これがエボジャパンの監修を務め、エボジャパン実行委員会が企画、そして大会の運営を行っていきます。実行委員会が大会の開催と成功に向けて、さまざまなパートナー様と協力体制や提携の構築、そういったミッションを担ってまいります。エボジャパン実行委員会の組織に関してはすでに発表をしておりますが、ハーツユナイテッドグループ、松竹ブロードキャスティング、そして4gamer.net を運営するアイタス、この3社によってエボジャパン実行委員会有限事業責任組合 LLP を設立いたします。この3社が中心となり、内部の事務局や実際に競技大会を取り仕切る部門として運営委員会というものを設置いたします。ここですよ、ここエボジャパン運営委員会の構成ですけどもここですよ、ここに運営委員長として名前乗るかね、フォーゲーマーのライターでもあり、15年以上にわたって対戦格闘ゲームの世界で活躍をされている持ってるね、金越に今回15年以上に活躍されているお願いいたしました。運営委員長って書いてあるよ。またフォーゲーマー編集部からもですね、長年対戦格闘ゲームの記事を手掛けてきた山下氏にも参加をしてもらいます。そして現在の日本の対戦格闘シーンにおいて非常に強い影響力を持つ2大ゲームコミュニティの代表、ゴッズガーデンの稲葉氏、そしてトパンガの豊田氏のお二人にもこの運営委員会に参加いただけることになりました。まさにこれ以上はないという非常にこう強力なメンバー構成が、はめこが実行委員長になった経緯みたいなのってあるの？経緯、タイミングじゃないですか。タイミング、フォーゲーマーでずっとライター活動していたのは結構皆さん知ってると思うんだけど、大会の開催時期ですけども、
あ、ちょっと開催時期、またこれ おさらいだからね。あ、もう出てるからね。2018年の1月頃現状予定しております。2018年、その前にですね、18年、日本の皆様に、うん、早いと見るか遅いと見るか、これなんとも難しいところだね。どのような大会なのか、うん、どういったイベントなのか、そういったことをですね、知ってもらうためにも少し規模を小さくした、プレ大会のようなものを開催するということも現状、はい、検討を。エボ2017タイトル発表と同時に、はい、予定しているっていうのは、ま、気になる採用タイトルに関してですか。これ動画見ながらだと話しにくいですね。なかなか難しいんですけどタイミングとかも。2017年7月のエボで、採用されるタイトルをベースにですね、日本ならでは日本のプレイヤーが求めるタイトルを採用していきたいというふうに考えております。これは対戦格闘ゲームという軸を曲げるつもりはないんですけども、もっと幅広く対戦ゲーム全般を対象により面白いタイトルを、まあ、我々の中で選定できればというふうに考えております。なお来年の、なるほど、そういうことね。そうなんです。はい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 、ラスベガスで開催されるエボ2017においてタイトルを決めるのってすごく難しくて、難しいよね。プレイヤーがやりたいものを吸い上げるっていうのは簡単だけど、実際やるのすごく難しいと思うんだ。みんなの意見っていろいろあるじゃない。やりたいものを吸い上げるって言ったら多分全部になりますよね。うん、まあだから、じゃあこの話はちょっと待って、花子さんが別で語る、多分ね、ここで動画を止めてもらって今までの発表について話した方がいいなと思いました。一回じゃあ止めていただきますか。はい、動画止めましょう。はいはいはい、ということで、はい、まあ、見てきたわけですが、そうですね、まあ、これは序盤ね、まはい、うん、まあ、意義から入って、はい、まあ、その、まあ、要するに業界の活性化とか、うん、まあ、それイベントを通してより楽しさを伝えるっていう部分は、うん、まあ、あの言い方あれだけどよくある、うん、まあまあそうですね、そこはよくある、あると思います。で、運営体制、これはあの3社が一番頭に出資になって、うん、そこから運営委員会を通して企業さんにこう提携してもらうという、うん、そういうものだった、はい、でその運営委員会の運営委員長があなたと。そうですね、あの本当に頑張りますね。はい、そうです、はい、はい、で、まあ、ただ運営委員長がいるだけではというところで、うん、おそらくその、まあ、発表できることは少ないの中からもこのトパンガ代表トヨタ氏とゴツガーデン代表稲葉氏の名前もあそこにあったという、はい、そういう見方でいいんですか。そうですね、そういう見方であってると思います。まあ、その実行委員会の中に、うん、まあ、我々運営委員会入ってるんですけど、はい、まあ、すごい分かりやすく言うと、うん、運営委員会は、うん、各ゲーマーの夢を語る部署だと思ってください。おお、なるほどね。そう、大人の事情とかちょっと置いといて、いて、はい、まあ、そのどうしたら一番な たくさんの人が楽しめるかなっていうのを、うん、を考えていく舞台なんですよ。まあ、そのお金とかそういうのを全部抜きにして、はいはいはい、できるかできないか抜きにして理想をまずは、そうそう、まずはそれをやる、うん、でそこ と、うん、でもそのビジネス的な面とか、うん、そういうちゃんとしたところは実行委員会の方々がこうやってくれてると、うん、はいはいはい、もちろんそれで、ね、取捨選択とか絶対出てくる。そうだね、わけですけど、できることできないことはもちろんある。そうだからそこは分離してるのは、うん、あ、結構その大会っていうものを運営する上ではいいことなんじゃないかなと思います、うん、ただね、はい、まあ、皆さんも見て発表を見て思ったことだと思うんですけど、はい、トパンガとゴッツガーデンを並べたかいと並べたよ、並べたね並べたいと思ってたからいやそこはね本当にいろんな人がびっくりしたポイントだと思うんですよ。ぶっちゃけ俺もびっくりした。あ、本当に、うん、だけどそのエボジャパンっていう旗があるからそれできるのかなともすぐ思った、うん、その辺ってどうなんですか。その辺はね、この後私がすごく拙いプレゼンをするんであるんですね。あー、聞きたいですわじゃあ、はい、いいですかね、動画じゃあスタートしてもらいましょうか。はい、対しましてトークディスカッションを行ってまいりたいと思います。エボジャパン運営委員長に就任いたしました金子範之が進行役となり、
エボジャパンの戦略金子のりゆきさんですよね、はい、そうです説明をさせていただきます。それでは金子運営委員長よろしくお願いいたします。やべえんだけどハワイにいる人じゃんこれ。ウケるこれウケる。ただいま、ご紹介に預かりました今回説得力しっかりしてるのがやばいね皆さんよろしくお願いします。あのね、ここで注目してほしいのは私は一度も台本とかを読んでないということですね。早速ですけれども、ね、エボジャパンの大会コンセプトの方を説明していきたいと思います。俺が汗かいてきたわ。エボジャパンはですねエボの理念を継承する、これを非常に重視しています。エボの理念ではエボの魅力とは何なんでしょうか。エボの魅力といえば、先ほど小宮さんからも説明ありましたけれども、人数制限のないオープントーナメントであること、世界中から強豪が集まる、大規模な世界大会のようになっているということ、そして実力が反映されやすいダブルエリミネーション方式を取っているということ、まあ、これら非常にいいんですけれども、やっぱり時間がかかってしまうという都合上、なかなか大規模な形での大会日本ではこれまでありませんでした。そして豪華な賞金、優勝者には、高額の賞金が渡されるというのが、まあ、皆さんの考えるこのエボのイメージなんじゃないかなと思います。当然これらは全て実現する、これをお約束します。しかし一番大事なことはですね、私これまで5回にわたってエボリューションの現地取材の方に行ってるんですけれども、そこで感じたのはエボリューションというのはコミュニティのための大会であるというふうに私痛感しました。スライドの方をご覧いただければわかるんですけれども、まずそのスタッフがボランティアで格闘ゲームが好きな人たちがこう大会を作っているということ、そしてこの真ん中の写真、これは非常にエボを象徴する一枚だなと思うんですけれども、会場の廊下にですねゲーム好きたちが集まって思い思いのスタイルで勝手に対戦を始めるというこの風景、これをぜひ日本で実現したいというふうに考えております。これ右手はですねスライドを操作しています。エボジャパンが目指すものそれはコミュニティを一つにするということです。ここで言うコミュニティという言葉、これはいわゆる同好の士ですよね、好きな人たちが一堂に会してみんなでこのイベントを作っていく、そういうような風景を我々実現したいと思っています。ただそのためにはやはり日本にある大きなコミュニティに協力していただくことが必要だというふうに私考えまして、ここからは一つ、ムービーの方をご覧ください。お願いします。おお、懐かしくない？超懐かしい。2009年なんだね。そう、1回目時間経ったな若かりし頃の時戸さんですよ。確かに。ありがとうございます。というわけで運営委員の方を紹介したいと思います。トパンガ代表、トヨタフースケ委員、そしてゴッツガーデン代表、稲葉博明委員、ステージにお上がりください。硬っ硬いね硬いね。でもまあこのプレスカンファにも2人が登場したということですね、はい、そうです、登壇していただきました。はい、はい、ありがとうございます。それではそれぞれこれまでにやってきたことと自己紹介含めて、ご説明いただきたいというのと、エボジャパンに、への抱負を、お話しいただければと思います。まずは、トヨタさんお願いします。はい、ただいまご紹介に預かりましたトパンガ代表のトヨタと申します。よろしくお願いします。私たちトパンガは、今スライドに出されているように対戦ゲームのイベントの企画運営を主として活動しております。今回コミュニティの代表というか
まあ、エボジャパン硬いっすね。硬いよ。さん硬い無理でしょ。いや全然噛んでないから大丈夫だよ。いやさあ別にここから噛むんですけど、まあ、いやてかマジであれなんだって、すごかったんだって。かなり雰囲気がやばかった、ね、そうですね。でまあそのアウェー感すごかったっすね。確かにアウェー感はありましたよね。参加者いやなんかね、この状況を見てるとカメコのあのね格好がね頼もしく見えるね。でしょ。そうそうそう、中和してる。はい、ありがとうございます。まだあとすいません、まあ、あの金子さんがまあ先ほどおっしゃったように、まあ、そのみんなで楽しんでいくというか、はい、まあ、みんなでまあ盛り上げていくという形で、まあ、イベント企画携えればなと思っておりますので、うん、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、続きましては無理ですわな、こちらの代表稲葉さん、この状況は。はい、ただいまご紹介に預かりましたコツガーデンの稲葉と申します。うちもですね、あのトパンガさんと同じような形でですね、かなり、もう7年ぐらいですかね、いろんなジャンルの、まあ、格闘ゲーム、いろんな格闘ゲームのタイトルを取り扱って、まあ、主に大会ですね、大会を軸にして、まあ、その大会の動画とかを見ながらできるだけいろんなゲームの魅力を知ってもらうというふうなことを主眼に置いて活動を続けてきました。この度は、まあ、エボジャパンということでこう随分と大きい話なんですけども、あのそちらにお招きいただきまして、まあ、あの魅力ではあるんですけれども、あのその成功に寄与できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。これ稲葉さん2回目だったじゃないですか、豊田さんの後だったじゃないですか、ある、はいはい、すげえスムーズに話しててずるいと思いましたよ、ね、日本には後出しはね、こういう時ね、後出しだからさ有利なんでいると思うんですよね。今回これ大丈夫ですか、ここ止めなくてもまだですか、もう少し見ます。あ、じゃあもう一度見ていきましょうか、はい、見せたんですけども、それを実現するためにはもちろんこの2大コミュニティだけでは、足りないなというふうに感じまして、あの今回の発表に先駆けて、さまざまな日本のコミュニティに、ご協力をお願いしまして、たくさんの賛同をいただいております、こんな感じです、まあ、やはりその日本の格闘ゲームシーンを語る上では、まあ、この存在も外せないですし、そのちょっと古いタイトルもすごく楽しく遊んでいるという人たちも多いですし、そういうその、まあ、言えば仲間外れは一切作るつもりはないと、仲間外れには絶対しないつもりで、今回臨もうというふうに考えています。もちろん、今回ここに、出しているコミュニティの皆さん、これだけではありません。今後も引き続き、さまざまなコミュニティにご協力をお願いして、まあ、みんなで作っていけたらというふうに考えています。つまり、エボジャパンとはプレイヤーとコミュニティ、そしてメーカーみんなで協力して作り上げるお祭り、これを目指しています。はい、そして、まあ、そのためにはどんなことができるかといいますと、まあ、本国のエボでも、おなじみなんですけども、やはりサイドイベント、こちらは外せないなというふうに考えています。今回今後そのエボジャパン開催にあたりましては、サイドイベントを大募集しようかなというふうに考えています。もちろんその初心者講習会や対戦会をその場でやっていただいてもいいですし、トークイベントもいいですし、まあ、そのコスプレなんかもいいですし、その自分で作った攻略本なんかを売っていただいてもいいです。ゲーム機を持ち込んで野良大会をやってもらってもいいです。どんなその対戦ゲームであればどんなゲームでもいいと思っています。そしてもちろんサイドトーナメントもどんなタイトルでやっていただいても OK だというふうに思っています。選手として出展者として、そしてボランティアスタッフとして、いろんな形で格闘ゲーム好きが楽しんでいける、もちろん観客としても楽しめる、エボジャパンはそういったイベントを目指してやっていきたいと思います。皆様ご協力をぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。じゃあこのタイミングで一回止めていただきましょうかね。はい、まあまあ話を聞きながらいろいろ聞いてみたいなと思うことがあって、はい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 、まずはそのすごくそのコミュニティに寄ってるなっていう印象はあって、うん、はい、まあ、それはもちろんそのハメコがやる意義というか、うん、あなたは本当にこの業界でも稀有な、どこのコミュニティにも属してない感がある人じゃないですか。そうですね、そうかもしれないですね。だけどいろんなコミュニティに結構しっかり知られている、うん、まあ、結構顔出しに行くこととかも多いですしね、うん、取材で行くことも多いですし、確かに、はい、まあ、そういうハメコがコミュニティをっていうんであれば、うん、パートナー一覧でバーっていろんな
それこそなんだろうな、あ、これって格ゲーっていうのかみたいな、例えばスマブラとかもあってゲーセンの名前とかもあって、うん、そういうところが並んでいることになんか説得力があったんですよね。あ、それはありがたいですね、良かったです、うん、だから、あ、コミュニティ、仲間外れを作らないっていうのは、うん、あ、なるほどな、もうすでにそういう動きがあったんだなっていう感覚があった、うん、で、だけど言ってたじゃないですか、そのコスプレしてもいい、サイドトーナメントめちゃくちゃやってもいい、うん、エボみたいにみんなが廊下でいきなりゲームをやるような、それが理想だって、それやってほしいですね。そう、それはだけど、うん、じゃあこの日本で会場どうするの、うん、そうですね、まあ、そこの問題がすごい大変 で、はい、で現在まあそこを今回のプレゼンでは、プレスカンファレンスでは具体的なお話できなかったのはすごく申し訳なく思ってるんですけど、うん、まあ皆さんもご存知の通り、ああ2020年に東京オリンピックあるじゃないですか。ありますね。そう、オリンピックに合わせて結構大きい会場が改装とかしてるんだよね今。あ、なるほどね。改修とかしてる段階で、ああそこはすごく大変というか、まあ、もちろん探してはいるんですけど、え、でもさ、結局さ、その、まあ、ちょっと裏側事情になるけど、うん、会場が決まって抑えてから大体開催時期って発表するものじゃない、うん、そうですね。だけど発表時期をもう大体こんぐらいって言っちゃってるじゃない、うん、大丈夫なの、まあ、それはあの2018年1月のものに関しては、うん、まあ、頑張れそうなんじゃないですか。多分大丈夫だと思いますけども、うん、ただやろうとしてることの規模がでかすぎて、そう、まあでも結局、うん、まあ、風呂敷はこう広げて、うん、そのまあ、さっき の、 そのプレゼンでもありましたけど、うん、どんなタイトルてか、まあ、だからとりあえず格闘ゲームが好きだったら、うん、なんか何がしかの形で参加できるようなイベントにしていきたいっていうふうに考えてるわけなんだけど、まあ、結局その会場で全部決まっちゃうんだよ ね、 そうだよね。会場が決まったら、うん、じゃあもう それこそメインタイトル、いわゆるエボにある、うんうんうん、メインタイトルをこの会場でこれだけの時間できるとしたら何タイトルができるかってもうそれで決まっちゃうんですよ。ですよね、うん、まあ、そこはだから現実問題と、うん、戦わなきゃいけないところだし、じゃサイドトーナメントもできればだからその、うん、さっきも紹介したように、うん、別に最新のタイトルじゃなくても俺がこのゲームの大会やりてえんだっていうなんかすごい熱意がある人がこう来てくれるんだったら、はいはい、もうどうぞやってくださいってなるんだけど、うん、ただ現実問題として、うん、まあ、場所が全部に全員にちゃんと提供できるかどうかっていうのはもう多分すごく難しい問題になると思う。なるほど、うん、まあ、ただ初めに言った通り運営委員会の役割っていうのは、うん、理想をそういやだ、俺らは基本的にはこれやりたい、うん、だからそこからあとはまあ現実とこの折り合いをつけて、うん、でまあ一番いいところに着地させるっていうことですね。なるほど、はい、じゃあこれから時間が経つにつれてだんだんその着地点が見えてくるかもしれない。まあそうですね、具体性を増してきたらどんどんそういうふうになっていくのかなと、まあ、あと結構勘違いされるんだけど、はい、このまあ協力してくれるコミュニティ、まあ、いろんなところにお話ししたんですよ、はい、でまあどうぞロゴをちょっと出して使ってくださいって言ってくれるところすごい多くて、うん、てかまあ全部使ってくださいって言われたんだけどありがたいことですね。すごくありがたいことで、はい、ただ別にその今回声をかけたからといって、はい、そのタイトルが選ばれるとかそういうことは絶対ないです。そこは関係がないことです。はい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 。で何々のタイトルはでむしろここにない、例えばスマブラデラックスとか入ってないんだよね、あコミュニティの人とか、それ申し訳なく思うんだけど、まあ、それはちょっとこの発表に合わせなきゃいけなかったから、なかなかその時間的な問題でできなかったんですけど、うん、別にだからといって、うん、その入っていないタイトルを、うん、のことを考えてないというわけではなくて、うん、もちろんそのやりたいっていう人がいるタイトルがいっぱいあるのは分かっているの で、 そ、 うです、ね、そこもだから、まあ、こっちの考え方としては、うん、やっぱりそのやりたいって思ってる人が多いコミュニティに最終的には多分サイドトーナメントとかを優遇することに なるだろうっていうのはあるんだよね、現実的に ね、 なるほどね、多分そうなる、まあ、需要がね、そうだからどれだけあるかっていうところですね。このタイトル選ばれないかなとかっていう、結構このエボジャパンを発表した時にいろんな反応があったんですけど、はいはい、このタイトル選んでくんねえかなみたいなことを言う人がすごいいっぱいいる、うん、いたんですよ、うん、違う、お前がやる、お前がやれ、確かに、うん、やりたいやつが運営しろと、そうそうそう、そういう感じだよね。まあ、でもそれを実現するためにこっちも努力します、うん、っていう感じですね。なるほど、はい、ちなみになんですけど、はい、エボジャパン、そして本家エボ、はい、今の、まあ、プレゼンのいろんな、ね、説明があった中で、はい、じゃあエボジャパン10としたら、うん、ごめんなさい、本家エボを10としたら、うん、エボジャパンはいくつぐらいなの、その規模感というか、そのうーん、なんていうのかな、まあ、今ね特に本国のエボってすごく、うん、まあ、今年さらに大きくなったじゃないですか。なりましたね。あれをね、成長が止まらんです。成長がねやばいじゃないですか、はい、あれ
を考えてあれを10とされるたら、はい、多分、まあ、日本の人口とか使える会場とかを考えたら全く同じものをいきなり入れるのは多分難しい。いきなりは難しいよね。うんうん、だそこはちょっと難しいよな。なんとも言えないね。じゃあまあ今後もう少し見えてきたら、うん、そうですね。まあ結局会場でそこも決まって、そうだよね、でここでまあある程度埋められてちゃんと回るんだったら、うん、じゃあもし次できるんだったらもっとステップアップしたよねって話になると思うんですけど、うんうんうん、その結局エボに比較してエボジャパンがどういう位置づけかっていうところで、うん、その海外からの選手がどれぐらい来るかっていう部分にも関わってきて、はい、それが例えば開催地空港に近いところがいいんじゃないかとか、はいはいはい、じゃあ東京外してすごく大きな会場があるところがいいんじゃないかとか、はいはいはい、なってくるから、うん、なんかそのエボジャパンとして海外勢はどれぐらい意識してる？もちろん意識はしてるんですけど、うん、でもまあ、それもこれはなんかね、最初のプレスカンファレンスで、まあ、日本凱旋と日本で迎え撃つみたいなことを言って、ね、最初小宮さんが発表したんですけど、そのごく個人的な考えを言えば、うん、まずは日本 の, その格闘ゲームコミュニティをまあ一つにした上で、うん、そこでみんなで盛り上がれるっていう土台を作らなかったら外から来ないと思うんですよね。確かにね、うん、面白そうだって思われないとね、まあ、そうそう結局ねそこはね鶏卵のジレンマなんですよ。先にそっちがないと、だってエボもそうですよね。本国のエボも、うん、やっぱ本国が盛り上がったことで、うん、どんどん行く日本人が増えていったわけでしょ、うんうん、それはだからそのそれによって価値がどんどん増してきたっていう、本国の盛り上がりがあって初めて価値が増していくわけだから、うん、そういうところをまずだからまずはそこに俺はフォーカスして考えてるんですけど、うん、なるほどね、はい、まあ、当然だからといって別にその海外勢のことを考えてないよとかは全くないし、うん、まあ、会場に関してもこれは多分行っていいって言われてるんで言うんですけど、やっぱりその東京近郊とかでとりあえずやって、うん、でまあその宿泊施設とかも近くにあるようなところをまあ選定してるわけですよ、うん、まあね、うん、まあ、それでやれば海外の人もこう日本に数日泊まっておいてもらって、まあ、それこそゲーセンとかもね、うん、ついでに行ってほしいですよね。まあそうですね、っていう感じで考えて、関東圏だったらね、はい、いくらでもありますからね、はい、でまあここからちょっとぶっ込みますよと、はい、初めにお伝えしますが、運営委員長今回、はい、トパンカトコツガーデン、はい、今回運営委員会に入れましたね。入りましたね、入ってもらいました、お願いして、この真意を語れる範囲でお願いします、はい、真意、まあさっきのプレスカンファレンスにもあったんですけど、うん、そのコミュニティを一つにっていうスローガンを打ち出したわけですよ、はいはいはい、でもうそれはね最初からあったの、うん、そのなんかどうやらエボジャパンできるかもしれねえぞみたいなことを言われたときに、うん、じゃあ何ができるんだろうってところを考えたら、うん、じゃあまあ、そのさっき言ったオープントーナメントでダブルエリミネーションでとか、うん、そういう話の部分ってこれねぶっちゃけねお金があれば誰でもできるんだよそんな大会おぶっこんだね。いやだってそうでしょ。いやまあ確かにそうです。わかるでしょ。言ってることわかると思うんだけど。それはね本当にそうなんですよ。まあああいう規模感っていうのは、うん、基本的にそのルールとかレギュレーションっていうのはお金の問題なんですよね。うん、現実的な問題ですよね。そうですね。例えばまあこれも多分言ってもいいと思うんだけど、今回その明日から TGS のプレミア大会あるじゃないですか。はいはいはい。で今回その抽選250億人になって、うん、まあその抽選人数はそのいろんな皆さんのご協力で増えたと思うんですけど、はい、でも。なんでその抽選なんだよみたいなこと言われるじゃん、まあ言われちゃうよね、まあ、それも現実問題なわけですじゃないですか。マジでね、そう超頑張って64から256にしたんですよ。そう、それはね、本当にねそのどういう風になってそうなったのかっていうのも結構聞いてるんで、はい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 、ただでもこれって大人のお話というか現実問題なんだよね。いや本当なんですよ、うん、まあ、こっちの都合って言ったらこっちの都合だから、その出る人には関係ないっちゃ ね関係ない部分だからね、うん、うんうん、本当そうです。だからそうそうそう、そういうふうに考えると、うん、でもそれはだからできると分かる、最初から思っているわけですよね、我々としては、はい、ある程度の、まあ、でっかいイベントやるだけならまあ誰でもできるよね。からそうそうそう、エボのあの形式を模倣してオープントーナメントでやるだけだったら、うん、まあ、ちょっと計算すればできると思うんだよね、うん、でもそれ以外のところをやらなかったら、じゃあなんでにエボジャパンやるのって話になってしまうので、うん、まあ、そこであのコミュニティを一つにするっていうか、うん、まあ、このタイミングだったらみんなと一緒にできるんじゃないかっていうのがまずあって、うん、でもみんなと一緒にやるので協力してくださいって、じゃあ他の人に言うとするじゃないですか、はい、でもそれ説得力がそれだけだとないですよね。ナイス。でそこの説得力をじゃあ、はい、その他のコミュニティにも、うん、あの皆さんのこと仲間外れにしません、一緒にやりましょうっていう時に、うん、一番効果的なのは何かって考えた時に、うん、トファンガとゴッツが一緒にやるんだったら、うん、
さすがに日本の他のコミュニティも、あ、ここの2つが一緒にやるっていうんだったら、うん、いや俺うちら別にそういうのいいんでみたいなことっていうにはならないかな、まあ、やってもいいかなぐらいになるんじゃないかっていうのが、まず最初にその2人に声をかけようと思った理由の一つですね。確かにね、そのトパンガとゴッツの名前が並んでて、うん、イベントやりますってなった時に、はい、面白そうって思うでしょ。単純になんかありそうだな、何が起きるんだろうって、ね、多分今までにない、見たことない何かが起こりそうっていうのはすごいわかる、うんうん、じゃあそのお話を多分ね、相談行ったんでしょあなた。そう、結構長く話しましたよね。あの、そうですね、答えられる範囲で一月二月ぐらい多分お二人と話してた記憶がある。話してる、結構早くからね。そうですよね、かなり早めから。うん、じゃあトヨタ氏から答えられる範囲でいかがでしたか。そうですね、まあ、うん、あの一番最初聞いた時に、うん、まあそのハメ子さんが、まあ、あとフォーゲーマーの記者の方と一緒にいらして、それでお話した時に、うん、まあ、温度取るのが、まあ、ハメ子さんっていうのは、まあ、ほぼほぼ決まってたんで、うん、で、まあ、さっき R さんがお話しされてた通り、はい、その他のコミュニティと一緒にやるっていうところで、他の人だったらそんなに信用できてなかったかもしれないです。だからハメ子さんだから、うん、それは超ありがたいですね、うん、あの他の人たちをつなげることができる、うん、っていうのは、まあ、すごく思いました。で、まあ、あと、そのもちろんいろんなコミュニティと一緒に活動するっていうこと自体、まあ、いいことだと思うんですけど、はい、まあ、その日本のゲーム業界というか、まあその、まあ、ゲームをみんなで楽しむっていう文化ってやっぱ浅いじゃないですか、うん、現時点だと、うん、まあ、どうしても浅いと思ってしまうんです、ね、そのエボリューションの、ね、盛り上がりとかと比べたら、ね、やっぱり違うなっていうのは、まあ、あと海外の大会だったりとか、うん、そういうのの規模感とかもそうですし、うん、まあ、日本でちょっと大会が開催しづらい部分とかいろいろとあったりして、うん、まあ、そこら辺も問題ではあるんですけど、うん、で、まあ、そんな中で日本だと、うん、いろいろなコミュニティがあって独自に動いた方がいいと基本的に思ってるんですね、僕は。それなんでかというと、その、まあ、もちろんみんなでまとめて1個でやって大きくやるっていうのも、まあ、またそれはありなんですけど、それよりなんかいろんな入り口があった方がいいと思うんですよ、うんうんうん、だから、その、まあ、ニコ生配信で例えばその、うん、配信者と近くに感じれる、はい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 、でゲームに興味を持つであったりとか、なんかせんちゃんのね、まあ、活動の延長みたいなね、で、あと、まあ、プロゲーマーが活動していく中で、うん、まあ、うちみたいにその、うん、ゲームで、まあ、飯を食っていくじゃないですけど、うん、まあ、そのゲームの面白さとか、まあ、ビジネスライクに考えて格ゲーを広めるみたいな、はい、プロ活動ですよね、うん、そうですね。で、そういう、まあ、いろいろな入り口があれば、うん、どっかしらに引っかかるかもしれないじゃないですか、うん、だからそういう意味でなんか一個にまとめて、そのみんなコミュニティが持ってるその方針だったりっていうのを、うん、まとめちゃうよりいろいろな入り口があった方がいいっていう考え方なんですけど、それは未だに変わらないんですけど、うん、今回エボジャパンっていう形で、うん、エボを日本で再現するってことじゃないですか、はいはいはい、それだったらあの各々のコミュニティの感覚っていうのは関係ないんですよ。だからそのエボを、まあ、日本で再現するためにどうすればいいのか、うん、エボの理念はこう、うん、だからハメ子さんが、まあ、先ほどお話しされてたように、うん、こうするためにみんなで頑張りましょうっていうのは、うん、すごいみんなで手をつなぎやすいんですよね。なるほど、確かにね、そういうふうにそういう話をしたのは今初めてですわ、うん、ここに来て、うん、いやでもすごい伝わってたってことなんじゃないですか。いや、すごいありがたいですね、まあ、なんかハメ子さんにそれ言ってもどうしようもないじゃないですか、うん、やるかやらないかっていうのは、まあ、まあそうですね確かに、まあ、なんで、まあ、協力するに至ったかっていうのはそういう考え方ありました、はいはいはい、なるほど、ありがたいですね。では稲葉さんは、はい、いかがでしたでしょう。ハメ子からこのエボジャパンのお話を受けたとき、まあ、言える範囲でもちろんいいんですけど、いや結構つるっと、はい、あのまあまあまあ、 あのせっかくなんでっていうなんか、そこはゴッツっぽいですね。そうなんですよね、はい、どうしても、まあ、なんか楽しくやろうとしてるのであれば、うん、まあ、ぜひ混ぜてもらいたいっていうところが最初にあって、うん、でまあ、なおかつもっといろんな人に声かけるつもりだっていうふうに言ってくれてたので、はい、混沌としたやっぱし場所ってこうすごく楽しいじゃないですか。そうですね、でそういったところからまあ、新しいコミュニティが生まれたりすると嬉しいなと思ってこう、まあ、いろんな期待含みで、ほうほうほう、とりあえず特に断る理由がなかったってところですね。なるほど、なんかそのサイドイベントとかっていうのは、うん、なんかそのゴッツみたいに
変なこともやってるようなところっていうのはすごい相性がいいのかなっていう、うん、変なことって、うん、言っとね、まあでもそうだ ね、 思うんだよね。いろんなゲーム本当になんていうかやってるイメージがあって、そうそうそう、いやだから、うん、そういう意味でも、うん、そのまあトパンガさんもゴツガレさんもやってることが全然違うけど、うんそうだね、うん、すごく、まあ、たくさんのファンがいるじゃないですか。いますね。それって組み合わせたら熱い、うん、絶対熱いですよ。熱いよね、うん、でもなそのためには何かが必要なんだよね。それがエボジャパンって旗だったっていうだけで、まあ、タイミングはすごい良かったという、確かに、はい、っていう感じですね。お、うん、まあね、その旗でもさ、旗振りの役割って結構大変だと思うんですよ、運営委員長のね、お仕事わかんない、多分そうかもね、知らないけど、まあ、結局そのコミュニティが独立したままその良さを持ち味をなくさないように活動するってことは、それは間違いない、やっぱり何かしらの衝突じゃないけどさ、こことここがなんかうまく合致しないっていうことはこれから多々あると思う、うん、まあもちろんそうですね、うん、まあ、基本的にだからそれをどうにかするのが自分の役割っていうつもりで、うん、まあ、今回、まあ、じゃあそれは多分、うん、自分が一番いいんじゃないかと思ったんだよね、個人的な感想ね、うん、一番きついとこ行ったなって思って、いや、まあいいんじゃないそれで、まあ面白くなるんだったら、そうだね、うん、やれる範囲でやりますよという感じで、うんうん、まあでも、そのね、トヨタさんからもお話あった通り、ハメ子さんが誘ってくれたから、はい、行けるんじゃないかっていう風な感覚を得たっていうのは、いろんな人がやっぱり感じてるんじゃないかなって、まあどうなんですかね、僕も思いますよまあ少なくとも俺はそう思いました、うん、本当に、うん、ありがとうございます。ハメ子さんじゃなかったら無理でしょっていう、うん、まあそうですね、そういう風に言われるとね、ありがたいですけど、うん、まあだから、うん、そのゲームセンターのにも声かけたわけですよ今回、はいはいはい、はい、まあ、今回そのミカドさんとニュートンさんなんですけど、はい、やっぱりでもゲームセンターもあの外せないよねっていう風に思ってたし、まあ、そこはだからあの本国のエボを再現するってだけではなくて、やっぱり日本でやるんだったらこうだろうっていうのはやっぱり大事なのかなというふうに思ってて、アーケードは捨てられない、絶対外せない、うん、で、まあ、じゃあアーケードを筐体並べてやるのかっていう話とかもあると思うんですけど、現実的にできるのかって言われたら、だからそこは善処する、我々はそこは善処するっていうか、そのまあ実行委員会の方々にどうしてもやりたいからお願いしますっていう感じなんですよね、言ったら。そう、やり方としてはそういうふうになるだろうという、ただ前例がないわけではないから、まあできないことはないよねっていう、うん、そうです。そういう意味では例えば、ニュートンの松田さんなんかは、うんうん、最近そのアーケード系のね公式全国大会、実はほとんどあの人が運営してらっしゃるじゃないですか。めちゃくちゃ、そういう意味でもだからただそのコミュニティに声をかけるってだけじゃなくて、やっぱりその今のこのまあ、日本の対戦ゲームシーンの、うん、その一応こうに合ってるような人たち、まあ、そのスキルがある人たちに声をかけたつもりでありますね、まず。なるほど、うん、そしてまあそれが一つに今みたいにねまとまって見えると面白そう感がやばい、うん、そうですね。だから、うん、コミュニティ全然多分違うと思うんですよ、特にその違うと思う、うん、なんだろうな、まあ、その最新の対戦格闘ゲームがすごい好きで、うん、大会とかを見る人が見るのが好きな人たちは、まあうん、トパンガとゴッツは知ってるかもしれない、そうですね、でも、うん、逆にそのアーケードで結構古いゲームを今でも好きで続けてる人たちから見たら、うん、その例えば逆にトパンガとゴッツってなんだかよく分かってない人たちもいたりするわけじゃないですか、うんうん、でもその人たちにもフックがかかるようなところに声をかけたりとかして、なるべくなんか、あ、なんかいろいろやるから面白そうじゃないみたいな風に思ってもらえるようにやった感じですね。あれですよ、この配信時代に、うん、やっぱりそのコミュニティとか団体の配信のコメントの色とかもあるじゃないですか、うん、はい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 、そういうのがそのコミュニティがまとまった時に、うん、どういう風になるのかなって混ざり合った時に、まあ、まあカオスですよね多分ねすごいことになるだろうと。まあでもね、いや結局やっぱり今回、まあ、何度も言ってますけど、はい、ずっと会場に来て何かやってくれっていうのがやっぱりありますよね。あ、まあ、動いてほしい、そう部分がでやっぱりね日本のね、うん、そのゲームイベントってなかなかそこがあまりうまくいってなくて、うんうん、どっちかというと今見るスタイルに進んでるわけじゃないですか。そうですね、自分で参加してやるっていうよりも、うん、まあ、見て眺めて楽しいものになってきちゃってるんで、確かに。でもねそれが、まあ、もちろんそれも大事だし、もちろんそういう要素っていうのもエボだからね、うんうん、入ると思うんだけど、それを続けていくとどうなるかっていうと、うん、あのね試合を見る
その人の試合を見たいっていうプレイヤーがどんどん減ってくんだよね。その参加するところに対してちゃんと育てていけないと、うん、その新しい試合出てこないですし、確かにね、うん、まあ、それがあるからこそ、うん、まあ、こういうその参加することが楽しいイベントにしたいっていうコンセプトは、まあ、そこから生まれてます。じゃあですね、はい、まあ、これ運営委員長に聞きたいんですけど、はい、その例えばね、まあ、今配信で見てる方の中にも、うん、こう個人ですごいさ、あのネットのオンライン対戦とか使ってさ、はい、小さな週末大会僕やってます、うん、じゃあそんな僕があのエボジャパンに参加したいです、うん、手挙げたいですって言ったら、うん、そういうのを受け付ける受け皿みたいなのも用意する予定ある？もしくは放置して使ってるスペース使っていいよっていう形に、まあ、だからそこもそのサイドトーナメントとかサイドイベントを募集しますよとは言ったんだけど、うん、さっき言った通りその現実問題としてどこまでその皆さんに用意できるか、そのスペースを用意できるかとかっていうところはまだ決まってないわけで、だからそこがまあ決まってくればその協力の仕方っていうか、その参加の仕方っていうのも選べるようになるんじゃないかなというふうには思ってます。おー、じゃあその手を挙げてくれる人をこう、うん、なんていうんですかね、あ、じゃあもうぜひっていうような体制は心づもりとしてはあると、うん、もちろん、なんかまあそれはだから現実問題としての兼ね合いにはなっていくとは思いますけど、うん、当然その何かしたいですっていう人がいたときに、うん、とりあえず花からそれは無理だよというようにはならないようにしたいというふうに、うん、まあ、それこそね、やろうと思えば、うん、その持ち込みでできるようにしておけば、うん、その1台を使って大会を開くことって不可能ではないから、そうですね、うん、で、できればそれを、やっていただきたいんですよね。その参加する方々には、参加してくれる方々には、まあ俺らが勝手にここで大会やっちゃうよっていう、うん、いいのとかじゃなくて、うん、どうぞやってくださいにするという、うん、形です。かなり夢があるというか、まあでもその元々エボリューションっていうのが、はい、みんなでゲームを持ち合って、うん、でボランティアで、まあ、今でもね、うん、ゲーム機とかそうそうそうプレステとかハードとかさ、うん、みんなで持ち寄ってるもの、モニターとかもそうじゃない、うん、で出来上がってるすごい稀有な大会、うん、だからそういう精神を組んでるっていう、ね、まあでもそう一番、まあ、エボ、うん、参加しよう5回ぐらい、うん、あその取材行ってますけど、うん、俺ね決勝戦とかでさ、まあ、すごい熱い試合があってうおーってなるじゃん。なるなる。でもね、あそこも面白いんだけど、うん、やっぱり初日のその廊下とかの風景が好きなんだよね。あれだよね、会場前にさ、会場1時間前ぐらいからブワー並んでて、うん、なんか謎のさ、携帯ゲーム機、携帯用のモニターとか持ってるやつがさ、そうそうそう、いきなり座り込んでさそうそうそう対戦したら死ぬじゃん。するする。あれね、日本であれを再現するにはどうしたらいいのかっていうのが、やっぱり今回のこのエボジャパンのコンセプトに結構反映されてはいると思います。なるほど、ね、だやっぱりそこはほら、国民性っていうか性格みたいなのもあって、あります。簡単にはその向こうと同じにはできないと思うんですけど、うん、あの風景っていうか、そういう風景が表してるのって、うん、その周りのやつ全員ゲームが好きだってことは間違いないなと思うじゃないですか。間違いない。だから楽しいからね。ゲームが好きじゃなかったら、うん、並んでる最中にいきなり座り込んでゲームしないと思うんだ、うんうん、だからでもそういう会場というか場を作りたいですよね。その横にいるやつは全然知らねえけど、うん、とかそのすげえムカつくことやってたけど、でもこいつもゲーム好きなんだよなって思ってもらえるように、うんうん、そういうイベントにしていきたいですね。なるほどなるほど。まあいろんなねお話を聞いてきたんですが、はい、そろそろお時間そうです、ね、近くなってきたので、まあそのね、そこまでお話をまだ聞けてない、はい、豊田さんと稲葉さんに最後にその、まあ、なんかエボジャパンに向ける意気込みというか、まあ、それをトパンガとしてゴッツとしてなんかどんな風な感じで関わっていきたいかっていう部分をお聞かせ願いたいなと思いますが、大丈夫ですかね。何の台本もなくいきなり振りましたよ、私。そうですね、まあ、あと5分なんでいけるかなみたいな。あ、まあ、はい、そんなに長くは喋れないと思うんですけど、はい、まあ、純粋にもうエボが日本でできるって熱いですよね。もう月並みの話なんですけどほうほうほう。まあ、そのどうしても日本だとその大きいオープントーナメント開催っていうのがどうしても難しいんですよ。うん、その大きいオープントーナメントを開催するのが本当にしんどいっていうのを、うん、多分このお二人は日本でもかなりよく分かってる方だと思うんですよね。そういうなんかその厳しい、うん、箱との兼ね合いとかで、うん、を何度もやってると思うので、いろんな動きがね見えないところではありますからね。
で、まあ、規模が大きくなったら、まあ、その金銭的に厳しいっていうのももちろんあるんですけど、うん、それ以外にも、まあ、やっぱり人手がとても必要なので、うん、まあ、今回ハメ子さんが、まあ、いろいろなコミュニティに声をかけて、うん、まあ、またその運営委員会の中で、まあ、松竹さんだったりハーツユナイテッドグループさんだったり、はい、前田さんっていう、まあ、大きい会社がね、いろいろとその大会の開催の実現に向けて動いていただいて、うん、まあ、ここにいる、まあ、3人をはじめとした運営というか、まあ、その実際の運営委員会であったのかな、うん、で開催に向けて動くっていうのがなんか今までにない期待感を感じますね。自分でや、まあ、自分がやってる中でなんか期待感っていうのもなんなんですけど、はい、お前がやるよって話なんですね。なんか本当にこのイベントを開催することができたら今後の格闘ゲームというか、まあ、格闘ゲームだけに限らず、まあ、その対戦ゲームというか、まあ、そういうイベントに関しても、まあ、前例ができるの で、 そ、 うです、ね、その前例ができれば今後まあそのオープントーナメントの開催が日本で増えていくかもしれないし、確かに、まあ、ただ増えればいいってもんじゃないとは思うんですけど、まあ、少なくともそのエボの名前を徴収したエボジャパンを開催ということなので、まあ、自分自身も期待してますし、うん、まあ、その実際日本の、まあ、エボジャパンって聞いて参加したい見に行きたいって思ってる人いっぱいいると思うんですよ、視聴者の中でも、うん、まあ、そういう人たちの期待を裏切らないように頑張らないといけないなっていうふうに思いますね。ただいいですね、その内側にいながら楽しめそうな期待感があるっていうのはすごいいいことですよね。ありがとうございます。じゃあ稲葉さんいかがでしょうか。高校不利ですねこれ。明らかに確かに今のは高校不利だわ。一通りいいこと言ったもんね。一通りいいこと言われたんで。これ高校不利なんですよね。有利不利語るかね。はい。そう。でですね。はい、まあ、あのちょっとあの違ったところから見るとですね。まあ、やっぱりあの本家エボっていうものがあって、それは唯一無二のものだと思うんですよ。うん、まあ、ただそれに対してエボジャパンっていうものがどれぐらいこう日本ならでは、うん、ね、ちょっとあのアメリカじゃ真似できないっていう逆に。うん、これは日本だけだよねってあったりとか、独自性、まあ、いろんなコミュニティの、ね、こう普段絶対にこう交わらないようなところがこう微妙にこう隣にいるっていうこの奇妙な距離感だったりとか、うん、あのいろんな人間模様とかも含めて、うん、なんとなくこう何かあるかもっていう期待感を持たせられるようなイベントでありつつ、うん、あのそれがエボジャパンだよねって言えるようなものを作れると自分なんですよね。どっちかといえばそう、ね、そう作れるといいなと思います。まあ、なんか稲葉さんのお話を聞いてるとゴッツはゴッツらしく関わっていくんだなみたいな。まあでも、うん、そのやっぱりそれぞれ自分がやりたいこととかがあるから、うん、そう、そのイベントとかやってるんだと思うんですよね。そうだよね。なんかその何もなくやってる人っていないと思ってて、うん、そうですね、やっぱりこういう風にしたいからこういう風にやるっていう方針とかっていうのは皆さんあるんで、それに対していや今回そうじゃねえからみたいなことは言いたくないですよね。そこがだって一番いいところなわけですよね。確かに。だからその彼らなりの、うん、その彼らの持ってるそのいいところっていうのをいただいてやっぱやっていく必要があるっていうふうに思います、うん、だからゴールはみんな一緒なんですよ。ゲーム盛り上げたい、そう、多分ね、うん、最終的なゴールは全員一緒だと思うんですよ、うん、間違いない。ゲームを楽しんでもらいたい、まあ、ゲーム見て面白いっていうのを分かってもらいたいだったり、まあ、純粋に楽しんでくれる人増えればいいなっていうのが、まあ、最終目標としてあるんで、だそれに至るまでのプロセスは、まあ、各コミュニティ間違いなく違うものなので、うん、まあ、今回はハメ子さんがそれをまとめてくださるということなので、うん、はい、期待して頑張ります。頑張りますの で、 ということでぜひよろしくお願いします。はい、まあ、いろいろねこれからが大変なところではあると思うんですけど、ただその役割分担は非常によく見えた、そして目指すところもよく見えた。う、うん、何が大変そうなのかも分担してるわけじゃないですけどね、まあ、いやでもね意外といい感じで分担してる感じになってますね。まあ、そのなんていうか組織的な大人の事情班とこっちは理想を語る班とその中でも分業というか役割はあると思うんですけど、まあ、得意分野が多分違うと思うので、うん、はい、なんかすごくそこは安心できたっていうか、よかったです。結構その大人の事情と理想が混ざり合っちゃって、うん、あ、そうそう、うまくいかないパターンってあるから、それはね結構難しいところで、うん、まあ、今回そうならないようにやっていけたらいいよね。そうです ね、 いいね。なんか僕もね、あれですよ、はい、まあ、実際何回かミーティングさせていただいてるんですけど、はい、プレイヤーをというか、まあ、そのコミュニティを本当に大事に考えていただけてるんだなっていうのは、そうですね、ミーティングのたびに毎回思います、うん、思いますね。それが伝わっていればあれですね、
なんかこういいですよね。理想に着実に向かっている感じはするので、まあ、それがねまだ少し時間がある。ただその時間は規模感への裏返しでもあるというふうに僕は感じているので、まあ、大変かと思います、はい、ぜひ頑張ってください。一個ね、はい、大丈夫、締めでって書いてあるけど、いい締めでってすっげー締めでって書いてある俺は大丈夫だよ。一個ね、はい、だから、うん、プレスカンファレンスでも、うん、しれっと言ってたんですけど、うん、まあ、一応今回、エボジャパン第1回2018年1月を予定してまあ、今動いてますというところなんですが、はい、まあ、来年に2017年プレ大会みたいなのをやりたいっていうふうに考えているんですよね。プレ大会、はい、プレエボジャパンってこと。まあそうですね。ほう、うん、まあ、それはいろんな意義があると思うんですよね。ほう、その向こうのつまりエボを日本で実現しようとしたときに、うん、どういう問題があるのかっていうのが分かんないじゃないですか、うん、確かに。そういうのぶっつけは怖い。そう、ぶっつけは1回は怖いから、うん、そうプレ大会っていう、まあ、もちろん、その規模とかはちょっと小さくなるかもしれないですけど、まあ、一応そういうことを考えています。なるほど、はい、っていうのはね、じゃあ単純に、2年ぐらい、うん、まあ、1年半ぐらい待ってくださいよじゃなくて、まあ、何がしか動きがうん、ある中でみんなで作っていて模索しましょうという。そうですね、そういう感じ、まあ、絶対ね、うん、じゃあそのね、ああいうエボみたいな大会日本で やったら、うん、なんかね、日本人はこういうところ苦手なんだなとか、むしろここは楽しんでもらえたなとかっていうのがいっぱい出てくると思うんで。確かにね、そういうの知りたいんですよね。想像してなかった独自性みたいなのも見えるかもしれない、ね、そうそうそう、そこから もしかしたら、うん、実はこういうことをやった方がもっと良くいいんじゃないかみたいなとか、うん、そう、第0回大会が、うん、できるように、まあ、今動いてはいるんですよね。お、はい、じゃあそこを、まあ、そちらの方もぜひ期待して、うん、いただきたいなというふうに思ってます、はい。分かりました、ありがとうございました、まあ、はい、最後にね、ちょっとすごい期待が膨らんじゃう発表もありましたが、はい、一応ね、言ってるんだけどね、しれっと言ってるからしれそう、しれっと言ってるっていう、まあ、具体性がまだないからね、まあ、難しいよね、何とも言えないんですけど、うん、ただ一応そういうことを考えているので、はい、まあ、もしそちらの方が発表できましたら、ぜひ、はい、ご参加ね、等いただければというふうに思っております。はい、はいはい、ということで、名残惜しくはありますが、いや、意外と1時間早かったね。早かったね。いや、なんかもっともっと聞きたいことは山ほどあるし、気になるところもあるんですが、過ぎてんだちょっと過ぎてる、ちょっと過ぎてるよ、はい、あるんですが、まあ、ただね、なんていうのかな、その発言するにも責任っていうのはつきまとうので、はい、発表できるタイミングで発表していくっていうところ で、はい、皆様にはお待ちいただければと思います、はい、僕もね、個人的になんかいろいろお手伝いできたらなと思います。ということで、本日はちょっとお時間過ぎてしまいましたが、ここまでとさせていただきたいと思います。そして、先ほどご紹介したですね、プレスカンファレンスのムービーは、はい、YouTube の方で、後ほどアップロードする予定があると。俺の拙いプレゼンが何回も見られると思ってショックだね俺超見られるでしょ。喋りながら、うん、パワーポイント操作したの生まれて初めてなんだけどわかる。いや、あれはしょうがないっす、うん、マジでアウェーでしょ、ね、まあでも頑張れましたね、はい、はい、ということで、まあ、ちょっとね、途中から見たよなんていう方はそのプレスカンファレンスの方から、そうですね、上がったらぜひ、まあ、チェックしていただければと、はい、思います、はい、思います。ということで、本日はですね、あっという間の1時間となってしまいましたが、はい、お三方ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。これからも大変かと思いますが、よろしくお願いいたします。そしてご視聴いただいた皆様ありがとうございました。本日はこれにて失礼いたします。